いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
孫家には先代からの。いいもの揃ってますよ。ありがとうございます。南の方は。
いらっしゃい。毎度どうも。
兄者、決して何者にも抜かせはせぬぞ。殿に救われた、その恩に報いねばならぬ。覚悟していただこう。この城が落ちれば劉備殿が危ない。何としても食い止めねば。おお、兄者、やりましたな。目障りなとこは潰しちまうか。お前ら、ついてこい。この趙文燕がお相手しよう。我が大将、果たしてみせる。はっはっはっ。無念、曹操殿の期待に応えられぬとは。救援感謝いたします。おかげで味方の撤退を支援できます。敵将撃ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。大したもんだぜ兄者。兄者、thank you.
場には炎章殿がいるようです。交渉次第で。ただ動くとは怪しいやつ。さては曹操軍の石膏か。ヒットライド。貴様よくもシャーシャーと私の前に。何、良い話があるだと。ほう、今が曹操を攻める好機だ。ならばその言が正しいと証明してみせよ。まずはこの地の状況を教える。私が聞いていた話とは違うではないか。貴様でたらめを教えおったな。どうなっておる。最後にあそこはどう。私が聞いていた話とは違うではないか。貴様でたらめを教えおったな。私が聞いていた話とは違うではないか。貴様でたらめを教えおったな。
最後に。私が聞いていた話とは違うではないか。貴様、デタラメを教えおったな。この知れ者め、貴様、まずは次だ。私が聞いていた話とは違うではないか。貴様、デタラメを教えおったな。一緒に立てつくとは、この知れ者め。やっは貴様、まず次だ。最後に確かに好機のようだ。よし、軍を進めてやろう。この勝利、皆のおかげだな。おお、兄者、やりましたな。満足の。おお。ああ、ここを通りてえのか。なら金になるものを置いていきな。ここは商人の通り道、稼ぎ放題だったのによ。兄者こそ真の三国無双なり。この勝利、皆のおかげだな。大したもんだぜ、兄者。
兄者。私に続けろ。炎章殿の戦を彩るのが私の役目。趙春雷の華麗なる武技お見せしましょう。なぜ炎章軍がここに。せ、はい、ここは我が軍にとって重要な拠点。簡単に奪われるわけにはいかないな。ゆえに劉備軍も必死に攻めてきている。二人で守りを固め応援しましょう。電子なるのみ。劉備軍は必ず曹操殿の障害になっている。分かっていながら今を逃すとは。敵将討ち取ったり。おお、兄者なりましたな。行くぞ。今こそ敵の要所を叩く。我が隊にもならん。果たしてみせる。敵将討ち取ったり。大したもんだぜ二人じゃ。なんと壮麗な戦ぶり。王も簡単に用地を落とされるとは。今後のためにも防衛策を考え直すべきだな。この勝利皆のおかげだな。うん、大義である。まずいぞ。満潮様が劉備たちにやられた。拠点も奪われちまったらしい。
かった。今日こそ叩き切ってやるよ。またできんな。これでは撤退できんな。図に乗るなよ。王徳の道は決して阻ませんぞ。よし、これで先に進める。さあ、急ごう。なんとかここは。兄者。じゃあ、よくとく、皆は無事か。こっちに逃げたぞ。徹底的に。ここまでに。ちくしょう。どんだけしつこいんだ、曹操軍。やむを得まい。ここは拙者。おい、兄者、何言ってんだ。兄者はここで死んではならぬお方。何としても生き延びてくだされ。よくとく、お主は兄者をお守り。待て、うん、くそ、行くぜ兄者。ここにいたら俺たちまで捕まっちまう。うんちょ、敵将討ち取ったり。大したもんだぜ兄者。炎章殿、敗軍の将たる私を受け入れていただき感謝いたします。そうかしこまることはない。困っている者を救うのも名族たる私の務め。この炎本書がおごり高ぶる曹操を倒す様をしかと見届けるがよかろうと言いたいところだが、信じがたいことに我らの軍勢がただ一人の敵将に苦戦を強いられておってな。まったく不快なことよ。我が兵はすっかりそやつに怯えてしまっておる。曹操軍にそのような豪の者が。ひげの長い異常夫とのことだが、そういえばお前の義弟もそんな風貌であったはずだな。あ、まあお前がこちらにおるのだ。義弟が我らの邪魔をするわけはあるまい。もしや雲長では。劉備殿、そなたは。郷村さん殿のもとより参じました張士龍と申します。あなたにお仕えすべくやってまいりました。おいおい、おめえ正気か。俺たちは国も何もねえ居候だぜ。構いません、私は劉備殿の志に惹かれたのです。目の前の人々を救いたい、この乱世においてこれほど慈愛に満ちた思いを持つ方はおりません。あなたこそ私の仕えるべき主です。私はまだ流浪の身だ。お前にも多くの苦労をかけるであろう。それでもついてくるというならば、どうかよろしく頼む趙雲。はっ、趙士龍、身命を賭し劉備殿のために働きましょう。やはり関羽様は曹操のもとにいました。何？あ、ちょ、よ、雲長、なぐ、はっ。私は炎章殿のもとを離れ己の道を進む。巨匠で雲長と落ち合った後、慶州を目指す。Thank you.
攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。やれやれ、物々しい来訪者が来よったわ。どれ、一つ追い払うとしよう。工作部隊、火警の準備をせよ。多少関所が燃えても構わん。奴らを止めねば。これまでか。務めを果たすことができぬと。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。なんて堂々とした戦ぶり。そのとても頼もしいです。いらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。
実は感謝します。Thank you.
守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。この地を守るのが我が使命。劉備軍などに遅れを取るものか。Thank you.
守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。止めることなどできぬ。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。その勢い誰にも止められますまい。戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。私が席となり、貴様らを止める。覚悟してもらおう。もはやここは貴様らを止められん。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。
少々。世話になり申した。いざ、兄者の待つ巨匠へと向かわん。あのヒゲ、やつは曹操軍の客将カウン。それは大物の首を上げる王騎と見える。関東で姿をくらました劉備の一味もおるな。俺は手柄がよりどりみどりというものよ。ラブエカモン、炎章軍に見つかりやしたぜ。ささっと倒して劉備殿と合流しましょう。功を焦って命を落とすは愚策。ここは引いておこう。おお、兄者、艦長、ただいま戻り申した。雲長、よく戻ってきてくれた。お互い無事で再会できたか、嬉しく思う。これで炎章軍の者は打ち払えたか。私はまだ長い、急ぐとしよう。敵将、討ち取ったり。この勝利、皆のおかげだな。大したもんだぜ、兄者。おお、兄者、やりましたな。この辺りを荒らす野党の一味か。違う、お前さん、よく聞けよ。この俺こそは英雄関羽の一の子分、俊足怪力周蔵様だ。私を欺くつもりか。関羽殿の従者にお前のような者はいない。ちょ、待て。本当だ、俺はやっと親分から。昨今王金の雑踏が跋扈しているという。大方お前もその一人であろう。この長子竜、非道な子息は捨ておけん。長子竜って、うちはあの親分と同じ。おお、話を聞いてくれよ。逃げたか。しかし、何と言いました。進め進め。
我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。私たちも進みましょう。やっやっ、まるで歯が立たないとは。俺の栄達、夢のまた夢か。この勝利、皆のおかげだな。おお、兄者、やりましたな。これ以上は進ませるぞ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。弓兵構え、なんとしても奴らを止めるのだ。おのれ、押し負けたか。ここで引いては皆に面目が立たぬ。敵将、討ち取ったり。この勝利、
皆のおかげだな。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。貴公らの動き感化はできぬ。自分が盾となり抜かせはせん。君の構えでは止められぬか。敵の負担を持ち進まえ。
もんだぜ、兄者。ご入り用で。またお待ちしてます。何を召し上がりますか？またのお越しを。ようこそいらっしゃいまし。今後ともご贔屓に。おや、これはこれは。その後、調子はいかがですか？いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。
曹軍に追われてるらしい。奴の女房でもさらえば大金になりそうだぜ。女を狙う？本気で言ってんの？俺は嫌だね。そこまで誇りを捨てたかね。てめえ、俺に逆らう気か？だったらまずてめえから片付けてやる。ヤードマ、出てこい。ここでこいつらを挟み撃ちにするぞ。よっしゃ、獲物が来やがって。お頭、挟み撃ち始めますぜ。畜生、強えじゃねえかよ。野郎ども、ここは逃げろ。あんた、手伝ってくれてありがとうな。いい機会だから、これで賊からは足を洗うよ。これからは誇りを持てる道を進みたい。噂に聞く関羽と共に戦えたら最高だな。皆のおかげだな。兄者、やりましたな。敵の痛いところ。ついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。私はこ、だが素材収集。
心から感謝する。私は曹操殿の言伝を夏侯惇殿に届けねば。先を急ぐためこれにて失礼つかまつる。この勝利皆のおかげだな。私はこか。わしをや。果たして見せる。
殿からのことづてを預かってきた。関羽の追撃をやめ帰還せよとのことだ。ち、やつをこのまま逃がせだと。ここまで甘いのだ猛毒よ。貴様らを生かせれば猛毒の災いとなり、おとなしくここで散ってもらおう。ここをしのげば曹操軍の包囲を抜ける。皆で慶州へとたどり着くのだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。
たな。ち、お前したことが油断があったか。覚えておけ、貴様らはいずれ俺が消える。これでもう曹操の進撃はあるまい。みんなよくやってくれた。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。雲長、よくぞよくぞ生きて。兄者、ご心配をかけ申した。まったくだぜ、いきなりおとりになれたなんていなくなっちまってよ。よくとく、兄者の身をよく守ってくれた。礼を言う。よせ、俺は当たり前のことをしただけさ。お主は？趙子龍と申します。この度劉備殿の配下に加えていただきました。兄者、こいつもなかなかやるぜ。そうか、頼もしい仲間が増えてる。そうだ、こんなにも才ある仲間が集っているのに、私はまだ何もなせていない。しかも自分の不明で皆を流浪の身にしてしまった。拙者は兄者の志を支えるために生きようと決意し、早々に今は。皆ありがとう。だがいつまでも流浪しているわけにもいくまい。私は慶州の劉表殿を頼ろうと思う。慶州は戦乱に巻き込まれておらず、劉表殿は同族、きっと我らを迎え入れてくれるだろう。劉備殿、よくぞ私を頼ってくれた。世に名高いあなたを迎えられて嬉しく思う。流浪の私をこんなに歓迎してくださるとは、劉表殿、感謝の言葉も見つかりません。何の、どうか己がふるさとと思いゆっくり過ごしていただきたい。劉表殿のご好意はありがたい。だがいつまでも流浪を繰り返し乱世に振り回される生活ではダメだ。今度こそ民のため、国のため、私が取るべき手を見つけなければ。まあここなら当分追われることもね。ゆっくり考えられるんじゃねえか。劉備殿なら必ず良き手を見つけられると信じています。兄者が志を果たされる。みんな、兄者、曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失いやがて滅亡。曹操は天下に一番近い男となる。一方、江東の孫権は兄孫策の死後勢力を受け継ぐ。だがその戦力は曹操に及ばなかった。劉備も未だ領地を持たず慶州の劉表を頼っていた。信也を与えられてはいたが兵力はないに等しい。世はまさに曹操一強の時代を迎えていた。
劉備殿、曹操軍に動きありとの報告が入りました。兄者、やつは…ああ、私のせいで助手を方法の体で追われた私だ。この深夜を守ること…なんだ、弱気になってんのか。しっかりしてくれ。劉備殿、叶わぬと決めつける前にできる限りのことをしてはいかがでしょう。趙雲の言う通りだぜ。うじうじしてたって仕方ねえ。なんとか奴らを食い止める手を考えようや。そうだな、何か私にできることを考えるとしよう。ありがとう二人とも。だがいつまでも行く先々で騒乱を呼び、民が安寧に暮らせる道早く見出す。兄者、曹操軍はすでに到着した模様。しかも見慣れない陣立てでござる。うだうだ考えててもしょうがねえ。突っ込もうぜ。待ってください。あれは八門金差の陣。迂闊に攻めれば通撃を被ります。ですが逆に弱点をつけば脆い陣でもあるのです。劉備殿、ここは俺に任せてもらえませんか。お主何者だ。いきなり顔を出してきて俺に任せろだ。怪しすぎるぜ。確かに怪しい。俺もそう思うよ。劉備殿、俺は徐玄直と言います。戦略や戦術を生業としている軍師です。あ？なんだそりゃ。自らを軍師と称するか。兄者を惑わさんとする敵のものではあるまい。参ったな。どうすれば劉備殿に味方したいと伝えられるのか。とりあえずこの状況を打破すれば。兄をぶつくさ言ってやがる。兄者、こいつをつまみ出してやろうぜ。待て、この者が不審であることは否めぬ。だが私はどうしてか悪意を感じるのだ。今曹操の軍に敗れるわけにはいかぬ。その軍師とやらの力。劉備殿、ありがとうございます。みんな助手の指示に従え。力を合わせ曹人を撃退する。八門金差の攻略は一筋縄ではいきません。はい。俺の指示をよく聞いていてください。
あの補給部隊を撃ちましょう。堅牢な陣も補給がなくては保てませんから。当人様の陣へ物資を届けるんだ。急げ。なんとか補給を立てましたね。これで八門金さんの陣にもほころびが出るはず。残しといてくださいよ。
申し上げます。家計の準備が整いました。やっ、この勝利、皆のおかげだな。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。では早速火を放とう。これで厄介な相手を封じられる。火が、敵の家系で盾や兵器が燃えている。この地で防御を固める。準備にかかれ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。ここで敵の援軍とは厳しいですね。爆城を叩けば止められるかもしれません。確かに兵器があれば立ちます。ただ敵も簡単には渡さないと思います。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。不覚を取った。よもや兵器を敵に奪われるとは。敵将討ち取ったり。大したもんだぜ兄じゃ。ここまでか。まさか兵器を奪われてしまうとは。これ以上の追撃は無益か。兵器は諦めるしかない。撤退するぞ。幕城より援軍に参った。劉備軍を打ち破ってくれよ。はい、この勝利皆のおかげだな。なんというか素晴らしいです。その強靭さ、できればご教授願いたい。逃げ切ったようですね。これで兵器で八門金鎖を攻められます。なぜ劉備軍が兵器を。とにかくあれを壊して攻撃を止める。攻撃するのに効果的な場所はあの辺りか。まずはそこまで兵器を移動させない。兵器を壊せなかったか。このままでは我が軍の兵器が。俺これで勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。
おお、兄者、やりましたな。鬱陶しいぜ。爆城あたりからちょろちょろと。確かに八門金鎖を崩す障壁になりかねない。爆城前の敵を一掃してしまいましょう。敵はいなくなったな。いやー、すっきりしたぜ。よーし、いけいけどんどんってな。この勝利、皆のおかげだな。素晴らしいです、その強靭さ。できればご教授願いたい。ひとまず本陣は安全です。では進みましょうか。この八門金鎖は何人にも破れぬ鉄壁の陣、
飛行路を攻め進め返す。あの陣は無数の兵から成り立っています。一点を攻めてすぐに補われてしまう。屈強な将を倒して崩れ徐々に攻める。どちらにしろ方針を決めておきましょう。敵の布陣を破って、自分最後の盾とし、払わん。厳しいってことだけはよくわかるぜ。我が大佐、逃げ出して。貴様らは総人様の術中だ。盾兵進め。兵器部隊攻撃を続けよう。我らに立ち向かうとは愚かだ。思い知らせてくれる。槍と兵器の部隊が相手に厄介だな。隣が剣を持った部隊なのが救いか。手打ちなるのみ。曹操軍を撃退できたか。上将、お前のおかげだ。礼を言う。お役に立てたならば何より。しかし曹操はこの程度では諦めないでしょう。本当荒々しき敵将討ち取ったり。本当ぜ、兄者。我が大佐。かような貨幣で曹操の大軍を打ち破れようとは。ああ、久々の大勝ちだな。スカッとしたぜ。これも皆の尽力と序書の知略のおかげだ。劉備殿が信じてくださったおかげです。あなたでなければ通りすがりの俺を軍師になどしなかった。いいではないか。結果お前は信じるに値する男だと証明された。これからは皆よろ。序書、どうかこれからも我らと一緒に戦ってはくれんだろう。あなたのような方に軍師として仕える、願ってもない話です。できれば一いかがした。何か不都合なことでもあると申すか。実は巨匠にいる病床の母が曹操の配下に世話になっています。俺がこれ以上あなたの元にとどまれば、母が。なんとそのような事情が。本来なら俺は劉備殿に手を貸すべきではなかったけれど、出会えばその人者としての資質に惹かれ、俺は甘い男です。母を捨ておきあなたに仕えることを選べない。そのような顔をするな。では母上の病状が回復次第戻ってくればいいではないか。劉備殿、ありがとうございます。でもダメなんです。この時点で母を切り捨てられぬ俺は、それが軍師として致命的な欠点だ。なんで急に湿っぽくなりやがって。そうですね、ここは俺なんかが紛れ込んでいい場所で。序章、それがお前の決断だというのか。劉備殿。序章、息災でな。母上の回復を祈っているぞ。恐れ入ります。
最後に、俺があなたにできる唯一のこと、この慶州に牙領と呼ばれる賢人がいます。孔明、いえ諸葛亮は俺なんかよりずっと軍師として優れている。牙領、諸葛亮。何を目指すのですか。人々が泣かぬよう、悲しみのない天下を。だがそう願いつつ、何もなせぬままここまで来た。思いばかりが流行り、進むべき道は未だ見えないのだ。諸葛亮殿、どうかこの私に道を示してほしい。私が示す道は、時に悲しみを生むかもしれません。その矛盾と苦悩に目をそらさず向き合えますか。その先に目指す世があるのなら。お覚悟しかと受けたまりました。では、この諸葛孔明、神明を賭して劉備殿の大志を支えましょう。うん、天下に曹操に並ぶ勢力はありません。単独で曹操に対して勝てる者はいないでしょう。曹操に次いで勢いがあるのは江東の孫権です。劉備殿が望まれる天下へと至るには、まずこの二つの勢力に並び立たなければなりません。しかし知っての通り、我らは居候のみ。彼らに並び立つなどとても。よって立つ地を得て志を広められれば、決して絵空事ではありません。曹操が時を得たように、孫権が地を固めたように、その志にて仁徳を持って人を束ねる。それが劉備殿が進むべき道、王道なのです。その上で孫権とは手を結び、共に曹操と当たるのです。王道、それが私の取るべき道。諸
諸葛亮殿のお言葉で改め、諸葛亮、全軍の指揮をお前に委ねる。どうかこの難局を乗り越えてくれ。承知しました。必ずや曹操軍を退けてみせましょう。ちょっと待ってくれ兄者。軍師に頼りたがるのもわからなくはねえけどよ、俺はまだこいつの実力を知らねえ。指図されるなんざ願い下げだぜ。欲得の言に一理あり申す。検索ならまだしも、新参で全軍の指揮とはいささか心を置きすぎでは。雲長、欲得、私は諸葛亮を信じている。こたびは彼の命に従ってくれ。兄者がそう言うんならよ。お二人ともありがとうございます。でき、やめよ、欲得。お二人の働きなくして勝利はあり。曹操軍の追撃、この白豪派で押しとどめます。この戦では各軍の連携が鍵となります。皆さん、私の策に従ってください。となり敵を退けん。繁盛攻略はならぬか。悔しいがここは引かねばならない。いつもながらお見事な武勇、策の出番もありませんな。この勝利皆のおかげだな。左右しうる。私たちで守るぞ。指示を出す者がいなければ軍は崩れよう。深夜の砦にいる軍師を狙うぞ。私が撃たれてはこの先の策はありません。敵を打ち払えば。感服しました。見事な戦ぶり、
感服いたしました。方はお引き取り願います。我が大祭果たしてみせる。美しいが未熟でござった。敵将討ち取ったり。草ぶり満足いたしました。ここで終わるわけにはおすみませんが、先に引かせていただきます。敵将、討ち取ったり。ご立派なお姿、感服しました。ここで引かねばならんとは情けない。この勝利皆のおかげだな。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。ついてくれましたか。ここまで守備は上々ですね。
敵の足場を崩し戦意を損。我が大佐、我らの狙いは敵へ、なるべく多くの敵を巻き込まねば。ここは我々がおとりとなりましょう。敵を引きつけ家系の範囲へ誘い込むのです。この調子で誘導するぞ。あやつを撃てば流れは変わるか。よし、追うぞ。ここまで引き寄せれば十分か。あとは敵を足止めしなくては。もはや世は見せぬ。曹操軍の将兵よ、この趙子龍が相手だ。なんという強さ。ここは引く。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。すごいっすね。輝いてますぜ龍。なんと鮮やかな戦ぶり。趙雲様、敵軍の誘導に成功したとのこと。さすが趙雲殿ですね。これでより多くの敵を家系に巻き込めます。の道だ。さっさと進もうぜ。今横っ腹を突かれる。家計がならぬ。みな、攻め来る敵を打ち払うのだ。我が大佐、果たしてみせる。敵は引いたか。これで家計の触りもなくなったであろう。今日はダメだ俺。調子いい時にまた頼むわ。敵将討ち取ったり。この勝利皆のおかげだな。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。おお、兄者、やりましたな。家計の支度はあらかた終わったみてえだな。
そろそろ俺様の出番だぜ。この勝利、睨みをかけたな。え、大したもんだぜ、何じゃ。よっしゃ、火を放て。曹操軍の奴らを追い払うんだ。おう、わー、火だ。敵の家系だ。じきにもじきに申し ようこそ、今後ともごひいきに。村民の避難は無事終了しました。協力、心から感謝します。伝令！美塾様が村の民の誘導を開始。民は続々と避難しているとのこと。うまくいっているようですね。避難が済めば家計の範囲を広げられます。民の動きが妙だ。あの辺りを調査する。この異変、殿の耳に入れておかねば。至急伝令を送れ。はっ。
で防御態勢を取るのだ。魂しき戦ぶり、すごいっすね。輝いてますぜ。次こそは貴様らを叩き潰してくれる。
皆さん、よくやってくれました。これで曹操軍の追撃はやむでしょう。諸葛亮、お前の手腕、実に見事であった。いいえ、この勝利は皆の尽力によるもの。私はただ頭で描いた策を指し示したまでです。諸葛亮殿の英知、感服つかまつった。どうか戦前の非礼をお許しくだされ。ち、認めてやるしかねえだろう。ありがとうございます。これからも劉備殿のため共に尽力しましょう。諸葛亮、ついに曹操の本隊が慶州へと攻めてくるようだ。今回は曹操自らが大軍を率いているとか。今までのような奇策は通用しないで。ではどうすれば。劉表殿の長子劉貴殿と共に南へと引くのが良策です。その後、高騰の孫権と同盟を結んで曹操に対抗するのです。報告、曹操軍本隊慶州へ到達。うん、皆くれぐれも無理に戦おうと。今はただ生き延びることが勝ちと心得よ。劉備様を慕い付き従う多くの民、彼らと共にあることで進軍は大きく滞りました。曹操軍は容赦なくそこを狙ってきましたね。結果、皆ちりぢりに落ち延びることになりました。ああ、しかしまさかこれほどの民が私についてきてくれるとは。彼らを救うどころか戦に巻き込んでしまうとは。今はただ己の非力が憎い。お気持ちはお察しします。ですがご心配には及びません。民は孔明様が用意した船に乗って逃げる手はずになっております。劉貴殿も河口へと先行し、私たちを迎え入れる準備をしているとのことです。劉備様を慕う多くの民を救うため、まずは河口へ向かうことを第一に。ああ、分かった。皆の無事を信じ。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。待ってください。あなたたちを逃がすことはできません。あんたら何か企んで逃げてるな。俺の勘がここで倒せって言ってるぜ。劉備殿、今は逃げおせることが勝利です。河口へと急ぎましょう。私を慕ってくれる民がこれほどまで。ならば何としても曹操から逃げ切らねば。